津田くんはドラキュラだね。そうです。ドラキュラって怖いイメージある割には弱点多いですよね。日光とかニンニクとか十字架とか。はーい、かぼちゃのクッキーだよー。はい、かぼちゃさんにもあげる。あー、いや、私今生徒会の仕事中だから。萩村、子供の夢を壊しちゃいかん。役になりきるのだ。そうですね。それは私の体の一部だから気にせず食べて。なりきりの果て。おお、記念写真か。皆さん一枚どうでしょう。では頼もうかな。おい、チーズくらい言ってくれ。心の準備が。チーズってあの匂いを連想させるので気を使ったんですが。なんだその予想外の反応を受けてしまったという反応は。